ポールポジションスタートは玉木、セカンドグリッド小杉、3番グリッド津本、4番グリッドは狭間、5番グリッド新川、6番グリッド岡本、7番グリッド村上、坂、田中、松崎、新原、そして金沢、山本、清水、小杉というローリングです。さあ今スタート切られました。1コーナーへと飛び込んでいきます。辰野君がワンポッシュを上げたか。1コーナーから2コーナー突っかかっている。1台反対向いてしまっています。1台反対向いてしまいました。先頭はカーナンバーが23になっています。カーナンバー23がトップになっています。新川謙信がなんとなんと上がってきています。新川がトップ、2番手にはカーナンバー21をつけます。これは狭間です。狭間翔太が2番手、3番手がカーナンバー29津本となっています。さあそしてカーナンバー27ですね、セカンドグリッドスタートでした小杉なんですけれども、2コーナーのところでスピンをしてしまいまして、現在ですね最後尾についています。最終コーナーから立ち上がってきました。まずは1周終了、カーナンバー23、2番手3番手が近づいてまいりました。3番手と4番手は少し空いています。3番手と4番手は少し空いています。3番手は津本、4番手が岡本となっています。2番手3番手はテールトゥーノーズがバックストレートから4コーナー入ってきました。カーナンバー29インサイド飛び込んでいくかどうか並んでいます。後ろに下がっている、やや下がっています。カーナンバー29津本、前には出られません。後ろから岡本が来ていまして、さらにその後ろには村上良生といったオーダーになっていると思います。村上の後ろなんですが、玉木がドロップしておりまして、さらにその後ろには坂、そして坂ともう一段やり合っていますのが田中です。田中の後ろには松崎、新原といったオーダーになっていると思います。新原がこの3台の集団を引っ張っていきます。2周終了3周目です。さあスタート、若干の混乱がありました。このダンロップネクストカップ2015シリーズの神戸シリーズの第1戦です。2番手3番手テールトゥーノーズ、先ほどは入れませんでしたが、津本が今度は入っていくんですけれども、クロスでかわしていく。狭間、逆にカーナンバー29が後ろに下がってしまいました。津本はワンポジションのドロップということになります。4番手3番手にスルッと上がりました。岡本がワンポジションアップで現在3番手という位置につけています。2番手から5台縦1列になっています。5台の集団になっています。2番手争いです。先頭の新川は若干逃げ切れるかどうかという位置までアドバンテージを築いてきました。3周終了4周目です。2番手争いは5台となっています。現在2コーナー、先頭は単独カーナンバー23、新川謙信です。2番手3番手4番手、そしてこの4番手と5番手の間がやや空きました。カーナンバー29、津本拓海が前についていけてないか。後ろから来ております村上に詰め寄られています。村上そして坂と続いていると思います。この集団、さらにその後ろからカーナンバー31をつけます田中がつけていて、田中の後ろわずかに空きまして、もう一段という形になっています。カーナンバー23が戻ってきました。4周終了5周目です。先頭はまずはオープニングでトップに立ってきました。カーナンバー23の新川謙信、16歳、大阪府出身のドライバーです。2番手3番手4番手が少しですねその間隔が空いてきました。2番手3番手4番手、4番手にいますのが玉木優子、ポールポジションからスタートを切りました玉木ですが、現在この位置4番手、そしてこの玉木の後ろが少し空きまして津本となっています。津本からまた一列状態になってきました。津本、さらには村上、そして坂と続いていると思います。今最終コーナーです。この津本以降のバトルなんですが、現在5番手争いという形になっています。5番手争いの4台、さらにもう1台後ろからやってきておりまして、津本から松崎までの集団ということになりますでしょうか。5番手から9番手まで。神戸シリーズの第1戦、まずはちょっとねローリングで波乱含みの展開になっていました。狭間と津本がコースアウトしまして、なんとか対立に戻れたんですが、やはりスタートの2コーナーのところでかかって後ろに下がってしまいました。ドライバーがいました。カーナンバーは27になりますが、小杉聡、今回は山内龍の代わりということでですねエントリーをしてまいりました。スポット参戦になります。御殿場シリーズでは開幕2連勝を飾りました小杉聡が2コーナーのところでオープニング
ラップで引っかかって、そして後退しているとこういった状態になっています。先頭2番手3番手4番手、現在は5コーナーのところに差し掛かってきました。新川謙信です。レースは全部で15周のレースになります。現在7周目というところで、そろそろ折り返しというところまでやってまいりました。もう間もなく最終コーナーへと差し掛かってまいりました。カーナンバーが今回23をつけます。新川謙信、今コントロールラインを通過。さあラップタイム見ていきましょう。44秒762というのが新川選手、44秒819ですね。44秒762というのは自己ベストになります。44秒819。そして3番手4番手が詰まってきました。バックストレート、バックストレート詰まってきました。玉木優子の後ろぴったりとついています。カーナンバー22岡本、さあ岡本は今ですね、玉木の後ろにぴったりとついていまして、5コーナーから6コーナートップ2は逆に離れています。さあこれで2番手を行きます。カーナンバー21の狭間にすればですね、その後ろが競り合ってくれれば前の進化を追いかけてまたトップバトルという形でいけるんではないかというところまでやってまいりましたが、8周終了、9周目、8周終了、9周目です。3番手4番手少し離れました。3番手は玉木優子、4番手は岡本健介となっています。5番手には妻と、6番手にはカーナンバーが33になります。村上亮生です。村上は練習走行では止まってしまいまして、ほとんど走れてなかったドライバーです。カーナンバー33、しかしながらこの SL の攻撃レースにもエントリーしておりますので、おそらく地元のドライバーということになってくると思いますが、村上、それから坂と続いています。坂の後ろには田中、そしてもう1台、これは松崎慎吾になります。カーナンバー28、そして松崎からまた遅れまして、カーナンバーが34、シンバラ、この辺りがつけていると思います。小杉シンバラとなっています。レースは9周終了、10周目、9周終了、10周目になります。ダンロップネクストカップ2015シリーズの第1戦、現在はカーナンバー23の新川謙信とりまして、まずまずのスタートと、このシリーズのスタートということになるんではないでしょうか。それくらい2番手との間が空いています。さあ2番手3番手4番手なんですが、先ほど3番手争いの2台というふうになっていたんですが、2番手3番手4番手それぞれ等間隔にその間隔が空いてきています。現在2番手いきますのはカーナンバーが21になります。風間翔太、この神戸スポーツサーキットのレコードホルダーでもあります。現在2番手カーナンバー21、3番手には玉木優子、玉木優子はポールポジションからスタートしていました。今年は全日本の FS125 にもエントリーをしていると思います。またこの SL 神戸でも X30 シリーズの方にエントリーをしていると思います。参戦中です。バックストレートエンド、今4コーナー2番手3番手がぴったりと詰まってきました。玉木優子はこの後レース終盤に向けてどんな展開を考えながら走っているんでしょうか。どのドライバーもトップの方を走っているドライバーにするとそう言えると思いますが、これまでレース経験も非常に豊富にあるドライバーも多くおりますので、この後のレース展開としては最後の最後に美味しいところを持っていこうというふうに考えて後ろを走ってるかもしれません。2番手争いは2台、1コーナーのところで2台、さあ1コーナーから2コーナーインサイドに振っていった、上がってくるかどうか、玉木優子2番手に浮上か、上がってきました。 S 字スムーズに抜けてきます。バックストレート、まあ、手で合図を出しながら今4コーナーのところに入っていくんですが、2番手争いちょっとそんなに激しくやってるとトップが逃げていく。玉木優子若干ドロップということになりまして後ろに下がってしまいました。さあ狭間なんですけれども、すぐに返していきまして、玉木はこれね、逆にですね、また元の位置3番手に戻るんですが、前との間も少し空きました。後ろが迫ってくる、
カーナンバーが22になりますけれども、岡本圭介が後ろに迫っています。岡本、津本といった顔ぶれが今後ろに迫ってまいりました。カーナンバー26、玉木優子、この位置を守るかどうか。残り周回数少なくなってきた。今14周目、さあ詰まってきました。2番手以降の4台詰まってきました。狭間、そして玉木、そしてその後ろどうか、入ってくるか。津本ぴったりとついていきます。4コーナーから5コーナー、岡本この位置守れるか。現在4番手、岡本、後ろから津本が来ている。そしてトップは今逃げ切るような形になっています。8コーナーから最終コーナーへと差し掛かっていきます。金川健司、今最終コーナー後方で、今4コーナーから5コーナーのところに行きますけどね、この4台のバトルも面白いんですが、さあ3番手4番手この辺りのバトル見ていきましょう。いよいよ14周終了、15周目ファイナルラップに入っています。先頭カーナンバーが23になります金川健司、2番手にはカーナンバー21狭間、狭間の後ろ、玉木はちょっときついか。3番手、その後ろ、その後ろ変わってきた。津本が入ってくる。4コーナー、ワンポジションアップ。4番手、カーナンバー29上がりました。津本の後ろには岡本ぴったりと、しかしながら離されていません。まだまだチャンスがあるかもしれない。先頭はもう間もなく最終コーナーへと差し掛かってまいります。カーナンバー23終始単独という形になっていました。先頭カーナンバー23の新川謙信が戻ってきました。今チェッカー、第2位カーナンバー21狭間翔太、第3位はカーナンバー26をつけました玉木優子となりました。4番手5番手なんですが、津本、そして岡本が5番手ということになりますね。6番手7番手なんですが、6番手は村上、7番手が坂、そして8番手が小杉が来ていまして、9番手が田中、10番手が松崎となっています。